小中学生の皆さん、おはようございます。市長の佐原浩一です。6月1日月曜日、いよいよ授業が正式に始まりました。いつものね、学校よりも2ヶ月くらい遅れて始まって1学期ですけども、皆さんはどんな気持ちで臨んでいらっしゃるでしょうか。この3月から5月まで学校がお休みで授業がありませんでしたから、ちゃんと勉強していてくれたかちょっと心配しています。生活のリズムも崩れていないかと少し心配をしているところです。新しく始まった学校で新しい友達と一緒に楽しい学校生活をスタートさせていただきたいなというふうに思います。なんと6月の3日水曜日からは給食も始まります。皆さんが楽しみにしていらっしゃった給食だと思います。でも一つお願いがあります。給食をね、食べるときにはマスクを外すことになるんで、ちょっと静かにでもね、笑顔いっぱいで食べていただきたいと思います。中学生の皆さんは部活動も再開します。ずっと体を動かしてなかった人も多いと思いますので、まずは怪我をしないように少しずつ体を慣らしていくようにしていただきたいと思います。最後に先生や保護者の皆様にお願いです。子どもたちに変わった様子がないかななど気をつけていただきながら、一生懸命に勉強運動ができる環境をみんなと一緒に作っていただきたいと願っています。どうぞよろしくお願いいたします。